はい、どうも、くわみです。よろしくお願いします。今ね、買った家、まあ、ローンで今返済中なんですけど、買った家に来ております。これが新しい家です。ちょっとね、汚いんですよね。ごめんなさいね。もう荷物トントントンって置いてってる感じです。まだね、家具とか揃ってなくて、あともうちょっと時間かかるかなっていう感じです。で、一応買ってあるのが照明器具だけかな。照明器具と、あと棚もちょこちょこあるんですよね。家の中紹介しようかなと思います。はい。で、今日来たのはビッグカメラで冷蔵庫と洗濯機ね、買ったんですよ。で、それで、ドアの大きさが通れるかどうかみたいな感じのを確認しに来るそうです。はい、これお風呂まだ綺麗ね。なんかね、魔法瓶浴槽っていうのらしいです。全然お湯張っても温度が冷めないっていうね。で、これがちょっとね、ちょっとしたキッチンでね、これちょっとね、プルンプルンなんですよね。あ、ごめんなさい、見えてなかった。これね、立て付け、あ、ここはそうでもない。例えば、あれ、おかしいな、伝わんないな。ちょっとね、ほらほら、右側だけ動いちゃう、左側は動かない。こう変なとこ押すと、俺が真ん中押せばいいんだけど、右端とかから押すと動きが悪い。で、これはジャスミンライス、タイから買ってきました。何キロかな？あ、壁紙が。何キロかわかんないな。何キロかわかんないけど、うん、結構安めでした。去年の夏からあるから、そろそろやばいんじゃないかなって思ってます。で、まあ、1階はこんな感じ。何畳？ 16 畳くらいかな、キッチンと合わせて。で、洋室の隣、リビングの隣が、和室です。で、こういう感じでつながっております。で、こういう風にね、動線がね、しっかりしてるんで、家事しやすいなっていう感じの家です。で、2階行きます。2階上がって、ほら、音すごい響くね。2階上がって、1、2、3部屋と、そこにトイレがあります。で、まあ普通の家ですね。普通の家、6畳 6.5 くらいかな。7畳あるかな。7畳と、ちょっと暗いな、窓開いてんだけどね。7畳とクローゼットで、ここベランダです。で、ここウォークインクローゼットがあります。で、ここ確か8畳、ここが8畳の部屋で、ベランダはい。トイレはまあ見たことあるよね、みんな。こういう感じです、普通のトイレで。ここが7.5 か、忘れちゃった、サイズね。そんなないかな、6畳くらいかな。で、ここウォークインクローゼット、ここ 100キロまで均等に乗せた場合、100キロまで保持してくれるって書いてあるけど、どうなの。この棚自体がこれか、これが100キロまでかな。ここは違うよね、こんなに剛性がそんなに良くないの。あ、なんかついてるよ、ペン。映ってる？映って、まあいいや。ね、仕方ない。このくらいね。はい、という感じの家です。目の前がね、結構ね、車通りの多い道路で、車出すの結構大変だなっていうふうに思ってます。で、ベランダ普通かな。
ちょっと汚いな。普通のよくあるなんか FRP 防水っていうやつですね。はい、という感じで、今日は部屋の紹介です。どうしよう、This is what I bought、for my new life、This is a house I'm going to live very soon、So I am preparing for a new life here、I'm buying new、not new, it's a little bit old but new、light and、yeah, this one is、convection oven, the cheapest convection oven. It's like a toaster, but not toaster plus alpha.、Mm. So I'm looking forward to using this one、mm. very soon.、Mm. Very soon I will see. Okay. ちょっと恥ずかしいな。I'm shy. This is the kitchen.As I showed you, yes, this is a pan and so on. Yeah, this is Nappa. Yeah, just 200 yen. Hmm. This is my kitchen. はい、という感じで、ね。新しいお家の紹介、あんまりまとまってはないんだけどね、いつも通りふわふわした感じの、動画です、こういう感じの部屋に住んでいこうと思います。で、ちょっと、こういうのがありましたとか、なんかね、発見とかあれば、みんなとシェアしていきたいなと思います。では、今日の動画はここまで。どうもありがとうございます。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。ね、チャンネル登録下の方にあります。あと、グッドボタンとコメント。なんかね、こういうことあったよとかね、そういう、アドバイスとかあったら、ぜひください。私、生活に生かしたいと思ってます。では、よろしくお願いします。失礼します。